アニメ、名探偵、コナン劇場版シリーズ27作目、名探偵コナン100万ドルのご寮生、100万ドルの道しるべが、4月12日に公開されることを記念して26日、劇場版の舞台となった北海道、函館で、ゲスト声優、大泉洋とメインキャラクターの一人、怪盗キッドを演じる声優、山口勝平が、物語の舞台となった場所を巡る、道しるべイベントを実施した。北海道が、舞台の作品には全て出演したいと語る、北海道が誇る、大スター、大泉洋。そして1996年のアニメ放送当時から、工藤新一と怪盗キッドという名探偵コナンにおいて重要な役を演じ続ける声優界のレジェンド、山口勝平。今回、美食の二人が劇中にも登場する北海道、函館の名所を巡った。